うわ、うまそうこれ。やばいなこれ。え、名前なんなんですか。うま辛牛肉うどん。ちょっと見せて。うま辛牛肉うどん、960円。これ特盛りみたいね。うわ、卵のして、もう牛丼やんこれ。むしろ、まあ、牛丼やないか。牛丼やな。うわ、うまそう。俺もこっちにしてよかった。おろし醤油うどん、醤油なしバージョン。いやでも値段が違うから。あ、でもこっちは400円が倍ぐらいちゃうな。倍ぐらいちゃう。で、倍ぐらいあんのかっていう話やないやん。ある。あ、肉が乗ってる分多いかな。あ、でもうまそうやなこれ。つけて食べるんやこれ。つけ麺、まあ、すき焼きみたいなんで、ネギ多めにしてもらった。多め。いや多め、何も言ってないで。おー、でもネギめっちゃかかってるよ。うまそうこれは。今までの土井智之の動画で一番うまそうやな。まず何もかけずに食べるんかな。おー、牛肉やな。うん、あれ牛丼の味、ひょっとして牛丼の味やな。おお、これはうまそう。で、卵を溶いて、卵溶いてますね。どうしよう、かけた方がいいんかな。すき焼きみたいにして食べるの。すき焼きみたいにして食べるんじゃない、うどんと。あ、めっちゃ長うどん。いや、長すぎやろうどん、これ長うどん。まあまあっすね、うん、丸亀のうどんに似てないと。腰が、丸亀の方が若干腰があるかもしれんけど、結構似てる感じがする。丸亀どう。まあまあな。まあまあな。すごいな。なくならへんやん。牛丼のうどんバージョン、牛うどん。あ、出た。めっちゃすごい長い。どんだけ長いん。めっちゃ長いよ。めっちゃ長いな。これは960円。うま辛、辛い、うん、うま辛、うま辛ない牛肉うどん。うま辛牛肉うどん特盛り。めちゃくちゃうまいっていうわけでもない、うん、普通やな。でもお腹いっぱいになるよこんだけ食ったら。だって牛丼の、牛丼ぐらい、牛丼とうどん頼んどる感じや。一応中尾で牛丼とうどん頼めば近いことできる。あー、そやな。こんな感じになる。うん、近くにこの絹や麦丸、麦丸さんがない人は、あの、すき家、すき家じゃないわ、中尾行ってうどん、冷やしうどんと牛丼を頼んでもらったら近いことができます。まあネギはそんなにかかってないと思うけど。北加賀屋にある、絹屋麦丸さんに来てますね。うん、ボリュームは結構あるな。で、これで960円、税込みか、税込み960円。こっちのおろしぶっかけうどんは税込み470円。煮玉大盛りにします。煮玉分です。プラス100円で煮玉にできます。醤油ない。うん、醤油なかったやんのか。あさっち醤油探しに行ったらなかって、これ醤油なしで食べんのかな。醤油なかったわ。
でここにも醤油ないねん。このひょうたんみたいなやつは、唐辛子みたいなやつ。あ、唐辛子かけて食べたらうまいんじゃない、これ。このひょうたんで、これ唐辛子合うやろ絶対。あとごまも合いそうやな。あとこれごまも合いそうじゃない、これ。一回さ、ごまとさ唐辛子かけて食べてみて。ごまは合うやろこれ絶対。そっちに行けんの、そっちにかけんの、こっち、どっちでもいいんじゃない。めっちゃかけるな。あとひょうたんみたいな辛いやつや、ちょっと辛めにしたらいいんじゃない。うわ、めっちゃいいやん、辛いやつ。あ、卵に合いそうやな、この辛いやつ。ここの特徴としては麺が長いんやな。麺長い。丸亀製麺と同じぐらいコシがあって長いと。まあ食べ応えはあるわ、これは。食べ応え抜群やな。どうだ、やっぱつけ入れた方が良かった、ごまと。いや一緒やな。一緒か。ごまとこれあんま変わらんらしいですよ。でもまだ全然残ってるやん。さすが特盛りやな。で、ま、味はまあまあってこと。まあまあ、うん、そこまでめちゃくちゃうまいってわけではない、うん、まあ北加賀屋に来てお腹いっぱいに寝たかったら酔ってもいいんじゃないぐらいレベル、うん、まあ丸亀か、丸亀も近くにあるから、まあ、丸亀に飽きたらこっちでも味はそんな変わんないんでって感じか。うん、うん、はい、絹屋麦丸さんでした。結構美味しいです。